1977年の日高町駅と周囲約750メートル範囲。下側が向川方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成日高町駅は、北海道猿郡日高町和田日高に存在した、日本国有鉄道府内線の駅である。電報略号は日か。府内線の廃線に伴い、 1986年11月1日に廃駅となった。廃止時点で一面二線の島式ホームを有する地上駅で府内線の終端駅であった。駅舎側、外側ともに上下共用となっていた。両線はホーム端で収束していた。その他旅客の本線それぞれの外側に副本線を各一線ずつ有し、駅舎側の副本線の駅舎房には、 貨物用の短式ホームを有し途中で分岐し、本線に合流するほか、行き止まりの側線ともなっていた。職員配置駅となっており、駅舎は校内の東側に位置し、ホーム北側とを結ぶ校内踏切で連絡した。駅舎は鉄骨ブロックだって平屋の明るく広い近代的な建物であった。駅前には左手側に公園が設置され、樹齢千五百年の一位の巨木。 池、日高町特産の名席による庭石が配置されていた。予定では当駅から延伸し、シムカップ駅を経由して、眠る本線金山駅付近に接続することになっていたが、延伸部分の新線建設は凍結中で、当線はそのまま廃線となった。貨物列車は木材の搬出が主体であった。当駅が所在した猿群日高町より、駅廃止後しばらくは、 駅舎が農協の施設として再利用されていたが撤去され、1999年時点では草原の空き地となっており、敷地の一部が農協に利用されていた。2011年時点では、駅跡地に国鉄府内線の跡と記載された石碑が建立されている。駅前通りの雰囲気も残っている。2018年時点で日高町駅で共用されていた。 駅備品の一部は、猿川温泉日高高原層の別館ロビー近くに展示保存されている。また1999年時点では、駅跡の向川方の線路跡に14パーミルの勾配表が残存していた。ありがとうございます。